鉄道ビジネスカジュアルへようこそ。 JR 西日本可部線は広島県の横川駅と可部駅を結ぶ 15.6km の路線です。全線単線ながら電化されています。地方交通線ですが、平均通過人員は2018年度で1万7000人います。2003年に可部線の非電化区間の可部から三段橋が廃止されました。しかし2017年3月に一旦廃止された末端区間 1.6km の可部から安芸上山が電化での復活開業をしました。今日はこれに尽力した人たちと物語に焦点を当てたいと思います。可部駅・宝土駅間電化促進規制同盟会の存在をお伝えしたいと思います。可部の一つ先の宝土地区が宅地開発されているにもかかわらず、可部で機動車に乗り換えるという不便を強いられておりました。このようなことから1994年に可部駅・宝土駅間電化促進規制同盟会が発足しました。廃止となる10年前から住民の方は、この地域は宅地開発がなされ人口が増え、可部線の電化が必要という先見の明を持っておられました。1996年9月には宝土地区まちづくり協議会も旗揚げしました。運動の看板は、造成された団地開発業者が費用負担しました。しかし、1998年に JR 西日本は、可部から三段橋の廃止とバス転換を表明しました。促進規制同盟会は、全線は無理でも、せめて、可部から高度間の残存と電化を JR 西日本に求めました。それに応えて、JR 西日本は、2000年11月1日から2001年2月12日の104日間の試験増便計画を発表しました。具体的には、加計・戸ヶ内方面から、広島方面への通勤・通学者への利便を図る増便を実施しました。もともと、朝の6時台に、加計発2本の定期列車がありましたが、この1本を三段橋発としました。促進規制同盟会も、高度駅の駐輪場など、試験増便計画の基盤を整備しました。でも結果は散々。土日は増えても、平日はさほど増えませんでした。これをもって、JR 西日本は、電化、非電化の境目だけで、可部以北の廃止届を出しました。2000年より、廃止は、許可制から届出制に変わったためです。届出制の第1号となりました。とうとう、2003年12月に、可部から三段橋の 46.2km が廃止となりました。しかし、同会は、チャンスが煮詰まった場合は、高度までの復活の約束を JR 西日本と取り付けました。同会、地元の人々、自治体は諦めませんでした。可部駅・宝土駅間電化促進規制同盟会は、発展的解消をし、2005年に JR 可部線電化延伸等連絡会を設立しました。6年間にわたって地道な電化促進、住民の可部線利用促進を働きかけていきました。この努力の甲斐あって、JR 西日本、広島市、バス事業者による JR 可部線活性化協議会が成立しました。JR 西日本と広島市を動かした要素は地元市民の声だけではありませんでした。
地元市民によって旧高度駅付近の荒下県営住宅跡地を宅地開発する構想が提案されました。この提案は鉄道事業の採算性向上とまちづくりに関するものでした。これをきっかけに JR 西日本と広島市は電化延伸を本格的に検討していくことになりました。スムーズにいったかと思った電化延伸計画でしたが、思わぬ障壁が発生。交渉が難航しました。障壁は踏切でした。国土交通省は原則として新規開業区間の踏切設置を認めない方針でした。踏切事故の多発を見ればわかります。JR 西日本は同区間の踏切廃止を提案しましたが、地元側は踏切がないと町が遮断されるとして踏切存続を希望しました。効果は採算面で不可能でした。結局2012年7月に JR 西日本が広島市が新たに策定する踏切整備案に地元と国が同意するならと譲歩しました。広島市の提案は壁駅折りの踏切を移設し旧高度駅側の踏切を復活させるというものでした。こうして下部線の電化延伸、踏切設置は決まりました。この事業は線路設備の設置を国と広島市が負担し、JR 西日本が無償で借り受けるというものでした。晴れて2017年に壁から秋亀山間が復活開業しました。1.6km 延伸の奇跡が達成された瞬間でした。廃止した路線が復活した全国初の事例となりました。市民と地方自治体、壁駅、高度駅間電化促進規制同盟会からの並々ならぬ努力があってからの賜物であります。彼らがいなかったら 1.6km は復活していなかったと思います。彼らの尽力を心より敬意を表したいと思います。ありがとうございました。